この間、宅建理事長と歩いていたら、目の前で急におばちゃんがこけました。何があったのかなと足元を見てみると、なんと、おばちゃんはバナナの皮を踏んで滑っていました。フィリピンすれば何かが変わる。行きにいなせに江戸ニュース、始まるよアイナコー、エドワです。はいと、曇りですね。皆さん、フィリピンしてますか？まあ今日はね、曇っておりまして、そこまでは暑くはないですね。まあこういう天気嫌じゃないね。さて今何度かなと、30.2 度。縛れないね。ほんで湿度が 70% ですね。絶対降ると。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコールのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。さてもみなさんと、6月9日のことをやったようなんですが、マカティにありまするバランガイポプラジオにおきまして、パキューン合戦が巻き起こっておったようですね。してこれが一体どういうことかと申しあぐりますとね、盗みを繰り返しておりました強盗がおりましてね、警察がこの強盗をね、こう追跡しておったようなんですね。してしてこの強盗というのがどうもやらやら武装をしておりましたゆえに、まあなかなかね、これは後ろ手にね、縛り上げることができなかったようなんですね。しかもこの強盗はバイクに乗っておりまして、まあうまいことね、障害物などをかわしながらね、こう逃げておったようなんですね。まあそれでもね、バランガイポプラシオにありまするカラヤンアベニューありますでしょう、あそことね、あのブルゴストリートがね、こうちょうど重なるところで、この強盗をね、ついに警察は追い詰めておったようですね。そこで警察は観念して自首をしろとね、強盗に忠告オーバーしたようなんですね。そしたらば強盗は、そいつは聞けねえ相談だと相なりましてね、パキューン合戦が始まってしまったと。そこでね、警察とこれ強盗とのこれ弾の取り合いに発展してしもうたと。一個一進一球一退、さあやるかやられるかですからね。両者はね、相争ったわけですね。ほんでもって、その様子というのがこんなんやったようであると。両子愛争うときは、一個は傷つき、一個は倒れる。さあ、結果はどうなったと思いますか？倒れたのは、そう、強盗の方やったんですね。まあ、警察官が撃った弾が、見事にね、強盗にから命中をしておったようですね。まあ、その後にね、この強盗は病院にね、運び込まれたようですが、まあ、時すでに遅しと、間に合わなかったようですね。ほんでもってね、デンゲですけど、まあ、去年もね、結構流行っておりましたでしょう。どうやらね、今年もね、結構ね、これがね、多いようでね。DOH によりますれば、今年1月1日から5月15日までの間におきましてのね、デンゲのね、感染者数が48,109人であったと。してこれがね、去年の同じ時期と比べますとね、34,963人やったようなんで、今年は去年と比べて 38% もこれ増加をしておるようですね。ほんでね、いっちゃん多かったんがメトロマニラで6,395人。ほんで、カラバルゾンで5,135人。ついで、そう、ダバオリージョンで4,842人。ほいでもって、セントラルゾンで4,722人。ほんで、そう、ノーザンミンダナオで4,278人と。ほんで、このうちにね、命をね、落とした人の数というのが、現在のところ、176人のようですね。ちなみにね、これが同じ時期の去年ならば、203人やったようなんで、まあ、感染者数は去年の方が少ないんですが、命を落とした人の数は去年の方が多かったということですね。ほんでね、フィリピンでほら、またもまたまたほら、ブー
火山が噴火をしましたね。まあこれはね、日本でもね、大的に紹介がされておると。そのように聞き及び騒来度、まあドテラキことですわね。まあこれはね、この間、まあショートにね、起きまして、まあ僕も紹介をしましたけど、まあこんなんでしたよと。6月12日の夜、フィリピンのマヨンボルケーノにて溶岩が再び溢れ出した。専門家によると、激しい噴火なら数日で収まるが、このようにゆっくりとした噴火は長引くだろう。もしかしたら数ヶ月はかかるかもしれないと言っている。まあ、溶岩が溢れ出しておるでしょう。まあ、これでね、当初はカマリグ、ビガオシティ、ダラガ、ギノバタン、マリリポット、ホンデタバコシティから2638のファミリーがね、危険なんで避難をしておったんですが、こっからさらに増えも増えまして、現在では22箇所の避難所にて4417ファミリー、ざっと見積もりまして 15,502 人の人が避難所にてね、生活をしておると。えらこっちゃですね。こんなんどす。しかも、先ほどもね、申し相来たように、まあ、長引く可能性がなまら高いと。ということは、そう、避難がね、解除される時期も、これは先延ばしになるっちゅう寸法ですね。ということは、これは避難所での生活が長引くっちゅうことですね。いやー、これはきつかばってん、荒川ですね。まあ、これでね、避難しておる人の数は、15,502 人なんですね。まあ、ほいでもね、避難はしてなくても、この影響を受けておる人の数というのは、至極当然、そうなんですよ。もっと、おるわけですね。その数というのが、隅から隅までずずずいっと、26のバランガイにおきまして、9,571 ファミリーで、合計ね、37,231 人にもなっておるという。この数もね、マヨンのね、状態によりまして、さらに増える可能性があるとも言われておるんですね。まあ、ほんでね、避難所と言いましても、どんなところが避難所になりますか？わからないって？知らざいって、聞かせやしょ。それがね、まあ、学校ですね。ほんでね、アルバイのマリリポットにあります、サンホセエレメンタリースクールもね、避難所になっておるんですよ。ほいでもね、子供たちにとりましては、これは学校ですからね、まあ、授業を受けんならんでしょう。まあ、ほんでもね、まあ、門芸こと洋さんの人たちがね、避難生活を送ってますさかいに、これは授業が受けられんと、したっけ、子供たちは現在、外で、これ授業を受けておるようですね。それが、こんな感じのようであると。ほんでね、これ結構な被害がすでに出ておるわけなんですね。ほんでね、この UAE ありますでしょう。その UAE から50トン分のね、食料品とか医療品とか、まあそういったね、ドネーションがフィリピンに届いたようですね。それが、こんなんどっす。まあね、UAE にはね、ドサンコ行さんの OFW もおりますしね。ほんでね、皆さん、悪夢再びですよ。アゲインですよ。いや、これどこまでもフィリピンするのが、これフィリピン中寸法ですね。まあほら、1月と5月あたりにね、マニラ空港のターミナル3がほら、停電をしましたでしょう。ほんでね、もうこないなことは起こりませんってなね、寸法やったんですよ。だら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 。だがしかーし、6月9日にね、またターミナル3におきましてね、停電が発生しておったようですね。フィリピンしてるー。6月9日のね、お昼のね、12時過ぎに停電が巻き起こっておりましたようで、13時29分に復旧がしたようですね。したっけね、イミグレーションは大行列やったようですね。その様子がこないな感じであったと。
ほらエアコンも動いてないですからね、暑そうですね。これでね、やっぱりね、ソーシャルメディアでは、いやさすがフィリピン、期待を裏切らないね、次もあるんでしょとか、そないなポストでね、まみれておりましたね。いやまさかね、これ3回目の停電があるとはね。いやー、フィリピン下押してる。あ、ほんでね、これでね、エニレッチュね、まあお偉いさんがいてはるんですが、彼がこいつは責任者全員クビにしなきゃなるめえって言うておりますね。いやーまあね、これクビにしてもね、また再び起こる可能性はね、ないこともないこともないこともないと、というよりあると。まあそうも言いますればね、7月1日からはね、ついにあれが始まりますよ。え、あれって何って、ジップエアがね、成田マニラ間を飛ばし始めるんですね。これがね、どうもやらやら6000ペソで飛ばすようですね。まあトドのつまりが105ドルっちゅう寸法みたいですね。まあこれでね、いずれも様におかれましてもフィリピンする選択肢が増えるのはいいことだ。あ、そうも言いますれば、セブンパシフィッカーの皆さん、またもまたまたセブンパシフィックもね、プロモをやっちょるようですよ。ではここで喉を潤しますよと。くー、今日はね、ルイボスティーですね。いや、近々ね、僕のこれと言っても過言ではないトモミンからね、新たなティーが届きますからね、楽しみだ。ほんでね、そうも言いますれば、ちょっと前に東京の上野公園でね、フィリピンエキスポっていうのがあったみたいですね。皆さんは行きましたか？まあ僕はね、行ってはおらんのですけどね。まあ今回はね、我らがこういっちゃんがね、決死のリポートをしてくれてますさかいにね、こんなんどす、2023、今年もやってきました。今日曇りで、明日は雨なんで、多分今日がすげえと思うんだよな。こんな感じです。ターボ持ってます。雨の中、小雨か。雨でもよく来るな。まあ、あいにくのね、雨模様ではあったようなんですけどね、どてりゃ人でしょう。どうやらね、これ5万人ほどのね、人たちが上野にてね、フィリピンしておったと。いやー、これはね、日本でね、フィリピンが来ておるのやもしれませんわね。あ、雨が降ってきましたね。やっぱりね。あ、またほら、湿度も上がっちゅうですね。ほんでね、メイドインマラカニアンっていう、まあフィリピンの映画があるんですけどね。まあこれどすねと。わし見たでなんて人もね、おられることでございましょう。実はね、このメイドインマラカニアンの主役でね、出ておりましたんが、違う、そう、セサ・モンタノですね。まあちょっと前にね、まあちょっと前になんですけど、まあとあるパーティーがありましてね、まあちょっとパーティーへ行ってきたんですよ。パーティー行かなあかんねんってね。ほしたらば、そこにおったんが、そう、セサ・モンタノですね。いやー、ハンサムでしたね。そん時の様子が、こんなんどしたやと。ホービー・ハリウッド・フィルム・アッド・ティービー。あ、リー。いやー、キャッチュー。
セサモンタノですよ皆さん。Check it out! 元気ですか？And channel, come on! Check it out! Nice! I love you! まあ僕もね、お世話になりっぱなしのね、シャッチョさんがおりまして、まあそのシャッチョさんのパーティーやったんですけどね。セサモンタノはね、ほら僕ごときのね、この小アッパに対しましてもね、え？ユーは日本で有名 YouTuber なの？俺も君のチャンネルに出してよなんてことをね、言うてくれる人でね、こうね、なんちゅうんすかね、誰からも好かれるっちゅうんすかね。まあそんな感じの人でしたね。ほんでね、ほら、メイドインマラカニアンのギャラって何ぼぐらいなんですか？なんてことを聞いてもね、なんぼやでってこう教えてくれるんですね。そんな人でしたね。しかも、その額たるや。もんげー億ですよ。映画一本で億。素敵やん。ほんでもって、近々その僕がね、お世話になりっぱなしのシャッチョさんと日本へね、旅行へ行くようですね。あ、ちなみですけど、このね、セサモンタのね、62歳らしいですよ。若いね。ほんでね、マカティにおきまして、高齢者がね、82,617人いたはるようなんですね。そんな高齢者の人たちのために、マカティでは再びね、映画を無料でね、見れるようにするみたいですね。これはね、グリーンベルトとサーキットマカティにおきまして、無料で映画をね、見ることができるっちゅう寸法みたいですね。ほんでね、これでね、アビー・ビナイ市長によりますれば、これは今のところグリーンベルトとサーキットマカティだけですが、じゃん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 と拡大をしていく予定である、とも言うておりますね。それがね、どこにね、拡大をするのかと申し上げますと、例えば、パワープラントモールとか、ウォルターマートのようですね。まあ、ほいてもね、これは60歳以上の人が誰でもというわけではごぜやせん。え、じゃあ一定前提誰がタダで見れるんでいい？と聞かれますか。聞かれて答えるもおこがましいが、これがね、ブルーカードをね、持っておる人ですね。ほんでね、フィリピンに入国って今はほら簡単にできますでしょう。ほいでもね、未成年者が一人でフィリピンに入国をする場合におきましては、まあね、ちょっと色々とね、書類が必要やったりとか、面倒な手続きが必要なんですね。なぜ？そう、ここはフィリピンだからですね。ほいでもね、BI の発表によりますれば、これをオンラインでできるようにするようですね。まあ、オンラインでね、WEG を発行しまして、3120ペソを支払えば、未成年者にね、親とか同伴者がいない場合におきましても、フィリピン入国ができると。ほんでね、この申請にはね、フィリピンする72時間以内にする必要があると。ほんで、その申請には WEG のね、フォームの記入。で、宣誓供述書。親と未成年者のパスポート情報。ほいで、旅行の同意書。往復のエアチケット。ほんで、ビザ。などのようですね。まあ、これらを申請しまして、クレジットカードかデビットカードで支払うと。押したらば、24時間以内に承認のね、E メールが送られてくるようですね。まあ、ほいでもね、フィリピンはこの世界で、そう、いっちゃんフィリピンしてますさかにね、この E メールはね、送れる可能性もね、ないこともないこともないこともないと。まあ、したっけね、フィリピンにね、未成年者だけでも入国することもね、なまら簡単になったっちゅうことですね。まあ、ちょくちょくね、高校生ぐらいの子がね、英語留学なんかで一人でフィリピン来ちょりますもんね。ほんでね、セブーにおきまして、ジャパニーズが死亡したようであると。してこのジャパニーズ、一体全体どうやって命を落としたのかと申し上げますとね、これが6月8日の真夜中のことであったようですね。そんな時間におきまして、このジャパニーズはバランガイ・マンバリンにありまするハイウェイを、まあ、走っておったようなんですね。まあ、こんな寸法でしょうか。で、このジャパニーズはセブーシティのね、南方面へ向かっておったようなんですよ。ほしたらば、突如として、コンクリートの手すりにね、衝突をしまして死亡しておったようですね。それがこんな感じのようであったという。これ結構なスピードで走っておったんやなっていうことがわかりますわね。
ほいでもって、この車の車種わかりますか？わからん感じにね、このね、顔がね、こうやられてますけど、これがね、実は日産のね、ジュークやったわけですね。したっけね、ほら、あの、おしゃれなやつですね。あー、これこれ。ほいでもって、その後の調べによりまして、このジャパニーズは家でね、これ買える途中やったみたいですね。そこで、車線を横切ろうとしておったようなんですよ。まあほんでね、そこにはね、高架がありまして、まあその高架にこれ乗るためにこれ車線変更しようとしておったと。その刹那、コンクリートの手すりにね、これバチコーンってこれ衝突をしてしもうておったようですね。でまあその後にね、病院に運ばれましたが、病院に着いた段階で、もうその命はね、なかったようですね。ほんでもって、このジャパニーズは、後の調べて分かったようなんですが、酒を飲んでおったようですね。ほんでね、このジャパニーズはどうやらバランガイパルドにありますニュータウンエステートに住むアオチさんっていうね人やったようですね。まあ、ちょっくらね、そのアオチさんをフェイスブックでこう調べてみたところ、まあ、本人かどうかはわかりませんが、本人かもしれない人を見つけましたね。ほんでこれによりまして、セブ警察は日本領事館と協力をしまして、アオチさんの親族にも知らせたとのことですね。それではご礼国にございます。